今の時代に大事な指導法じゃないかなと思ってますね。そのテクノロジー、その科学、今の時代っていうことは、そういうビデオが見れるようになった、はい、その部分を見ながらやるのも一つの手だよということだと思うんですけど、はい、これは大脳にも左脳と右脳がありますよね。はい、左脳っていうのはいわゆる言語的なものを理解していく、いわゆる、はい、いわゆる言葉を読むとか書くとか解くとか、うん、そういったものなんですけど、右側はもう単純に絵を見るとか、何かを聞いたときにそれだけ音をキャッチするとか、そういったものなんですけれども、そのビデオを見ながらですね、その言語が伝わる、そして自分のフォームが見れるっていうことは、その見ながら言語を理解するのが左脳で、その見たままの映像で、記憶していくのが右脳と言われてるんですね。右脳をもっと使った方が、うん、受験生でもスポーツの世界でもいいんじゃないかっていうのは、うん、実は左脳より右脳の方が約10倍近く暗記力があると言われてるんですね。うん、あと当然そういう科学が全てじゃないと思ってますので、やっぱり自分の感覚を優先しなきゃいけない時もありますし、また力が互角であれば気合や根性がある方が僕は勝つと思ってますので、実力にこんなが差があって気合や根性でやっても絶対勝てないと思うんですね。でもう本当に互角の戦いであれば、それは気持ちが強い方とか、ね、気合が入ってる方が僕は勝てると思ってますので、まずは実力をつけていくと、技術力を身につけていくということ、その上で気合や根性は必要だと思ってますけどね。だから昔のやり方が全てダメだとは思わないですけど、いいところもたくさんあると思うんですけど、今の時代はその科学を活用しながらやっていくっていう方が僕は合ってるんじゃないかなって考えてますね。それは東大の方法で勉強された学んだものが生きて、そうです、技術的にはですね、まず早稲田の大学院では主にスポーツビジネスですね、スポーツの法律や経営学、経済学、統計学、財務会計、お金の流れとかですね、そういったものを勉強しまして、東京大学の方では動作解析とかですね、例えばピッチャーでしたら投げたボールは、の回転数とか、その回転軸はどれぐらい傾いてるとか、その傾きを少し変えるとスピードが上がるとか、キレがあるように見えるとか、今そこまで見られる時代になってきてますので、そういったものを投げてすぐ見た、あ、こうなったからこういう回転軸だったんだ、じゃあ少しこういうふうにしたら回転軸変わるかなとかね、そういったものをこう活用しながらやっていくと僕は早く上達すると思うんですね。でスポーツはやっぱ上手くならないと楽しめないので、もう早く上手くなって野球をもっともっとこう楽しんでもらいたいと思ってますね。まあそのうまくみんななりたいんでしょうけどなかなかその覚えが悪い人もいれば、覚えがいい人も いらっしゃるんですけれども、うん、その反復練習ってよくあるじゃないですか、はい、桑田さんの今までの発言とか聞いてると、あまり投げ込むなとか、うん、あまり走っちゃいけないよとか、はい、それが僕は誤解されて伝わってるような気がしてならないんですね、はい、でその辺は桑田さんどう思われますかね。僕は学童学生野球、要するに成長過程の若い世代は僕は量を追い求めるようなことをしてはいけないと思ってまして、やはり筋肉も骨もどんどん成長していく時期なので、量を追い求めると必ず怪我や故障につながると思ってるんですね。ですからその時はやはり無理をしちゃいけないと思ってまして、体が出来上がった20歳から25歳ぐらいは
僕はある程度体にこう覚えさすっていうのかますか、染み込ませる作業ってすごく大事だと思ってまして、でその時にある程度やると結構長く活躍できるんじゃないかなと思ってまして、ですから25歳ぐらいまでの世代のピッチャーにはある程度投げて走ってもらいたいなと思ってます。ただ僕投げ込みとか走り込みっていうその言葉があまり好きじゃないんですよね。人間ってこう溜め込むことができないじゃないですか。だから今日一日一週間分食べたらあと6日間何も食べないでいけるかって、そんなもう元気で過ごせるわけないじゃないですか。よく我々の時代は2月キャンプに走り込めって言われたんですけど、なんでこのむちゃくちゃ2月にいっぱい走るんですかっていうと、この2月に走ったのが8月に生きてくるっていう、その夏の暑い時期って、まあ僕17、8歳でしたけど、そんなバカなと思ってましたもんね。それよりもやっぱりバランスよく練習して栄養をとって、それで今はこう睡眠にしてる、とってる時に筋肉は再生し強くなり、また技術練習したこともこう神経が覚えていくっていうのが分かっているので、練習も大事なんですが栄養も大事で、そして睡眠ももっと大事なんだなというね、そういうバランスよく選手にも指導していきたいなと思ってますね。その先ほどおっしゃったその体に染み込ませる、覚えさせるっていうのは、それは何歳ぐらいの話ですかね。それはずっと学童の学生時代からずっと、いや20代から、20から25ぐらいだと思うんですね。でこれは年齢で僕は区切るのは良くないと思ってまして、やはり人それぞれ早熟のタイプと、まあ晩熟っていうんですかね、遅いタイプとあると思いますので、その辺の成長を見ながら、あ彼らはもう今いけるなとか、まあちょっとまだ身長伸びてるし、ね、ちょっとまだ早いなとか、そういう判断もトレーナーとか専門のドクターもいますのでね、そういった彼たちと相談しながらこう決めていった方がいいんじゃないかなって僕は思いますけどね。まあ野球でも特に岡田さんピアノされてるんで、ピアノって反復しなくちゃいけないんですけども、うん、先ほど申し上げた通り受験生が勉強するのは大脳ですよね、はい、で運動選手が直接こう関わりの大きいものとして、まあ、小脳、大脳と小脳とあるわけですけど、ピアノなんかは小脳と言われてるんですね、うん、野球の選手もそうですよね、うん、物をの動きを覚える、運動のフォームを覚えるっていうのは最初に短期記憶からまあ、らしいんですよね、うん、で短期記憶を何度も何度もその、うん、ピッチングフォームでも投げ込みでもいいんですけれども、うん、素振りでも、うん、まずその短期記憶が小脳の表皮プリキンエ細胞というところに、まず短期記憶が収められるんですね、うん、そしてその短期記憶が何度も何度もやるうちに長期記憶の小脳の中心部の小脳核とか、うん、延髄の前庭核とかにこう自動的に移動するらしいんですよ、うん、それで長期記憶っていうのはピアノでも、うん、野球でもそうですけど体で覚える、いや自転車がそうですね、うん、1回覚えたものは例えば3年経っていきなり乗れって言われても乗れますよね。1時間に連続で、はい、何かをやり続けることよりも、うん、15分を4回に分けで、さらに30分のインターバルをどっかに設けた方が、24時間経った後にはその連続でやる、続けてやることよりもインターバル挟んで分けてやった方が約2倍の記憶が残ってるらしいんですよね。ですから昔みたいに千本ノックだとか、ティーバッティングで私もその打ってるうちに自然と体が抜けてね、うん、体の力が抜けていいフォームになっていくんだとか、ね、よく投げ込むっては正しいフォームが身につくんだって言われてましたけど、今の近代医学、スポーツ医科学ではですね、うん、やはりそれを
ずっと1時間やるんじゃなくて、15分、4回分けて、30分の休憩を挟んだ方が、はるかに記憶するらしい、ね。忘れないらしいですよ。24時間。もう先生のお話を今聞いてですね、そういう練習、インターバル練習っていうのをやってまして、ピッチングでも、10球投げてちょっと休んでまた10球とかですね、守備練習でも10分受けたら次のところに移動してまた10分受けるとかっていうふうに、こう長時間続けるっていうよりもインターバルを置いてやるっていうのを重きを置いてずっと自分自身もやってきましたし、子どもたちの指導の時もそうやってインターバルを入れながら回してたので、なんか良かったなって今ね、なんか確信しました。